サッカーファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。まもなくエキシビションマッチが始まります。名古屋グランパス8対ジュビロ磐田、生中継でお送りいたします。スタンドには大小とりどりの旗が揺らめいております。このような素晴らしいスタジアム、プレーできる選手は幸せですね。実況担当する者も幸せです。赤いユニフォームは勝利への情熱、名古屋グランパス8、早くもサポーターのテンションが上がります。まずは名古屋グランパス8、スターティングメンバーをご紹介します。ストイコビッチ、森山、岡山、平野、バウド、浅野、飯島、小川、トーレス、大岩、伊藤。続いてジュビロ磐田、スターティングメンバーをご紹介します。大神、アデューソン、福西、鈴木、服部、ドゥンガ、奥、藤田、七海、中山、アレサンドロ。さあ、まもなくキックオフです。キラノ、さあ上がってきた。さあここから、アレサンドロ、波状攻撃か。服部、アレサンドロ、七海、これはチャンスだ。さあパスが通った、スピードに乗って突破。パスを回してますね。ドゥンガ、ナナミ、ジュビロ、もっと両サイドを使うべきだ。キラノ、ナナミ、ハットリ、奥、さあ上げた、左、アレサンドロ、もったいなさすぎるぞ。ナナミ、岡山、ナナミ、トーレス、飯島、いいパスだ。アレサンドロ、キラノ、一人で持ち込む。前半終了ですね。ここまで両チームとも無得点です。後半に期待しましょう。大岩、バウド、ストイコビッチ、森山、ファールです。痛んでいます。
ランパスのフリーキックです。ゴールライン割りました。岡山、フォローが欲しいぞ。フォローがバウド、ストイコビッチ、森山、ここからの展開を早くしなくてはなりません。さあパスが通った、スピードに乗って突破。岡山、ストイコビッチ、キーパーに一旦戻した。ストイコビッチ、波状攻撃、シュート、キーパーがっちりキャッチ。バウド、ストイコビッチ、シュート、岡山、フォワードはストイコビッチ、なんとか止めました。バウド、ナナミ、いい形だ。どちらのチームに勝利の女神は微笑むのか。トーレス、ホイッスル、延長戦ですね。さてここで奪ってからナナミ、バウド、森山、激しい競り合いです。服部、ドゥンガ、さあ奪ってカウンター。浅野、服部、これはシュート、ゴール、アレサンドロ決めた。ジュビロビューティフル V ゴール。目頭に熱いものが。もう一度ご覧ください。スタジアムに悪魔がいました。試合終了、ここまでです。ジュビロ劇的な勝利でした。一言、素晴らしいマッチでした。いやー、それにしても素晴らしいゲームでしたね。サッカーは素晴らしいスポーツです。なお、この試合の模様は今晩7時からの KCE 東京ハットトリックにてダイジェストでお送りいたします。お見逃しのないようにお願いします。実況はジョン・カビラがお伝えしました。それではサッカーファンの皆さん、またお会いしましょう。 Have a good day!